はい、どうもお疲れ様でございます。今回は健康食品についてお話しようと思います。まず私の考え方ですけども、健康食品は普通のスーパーで買えるものの中から探すことができるというところですね。ですので特に専門店に行ったりとかはしておりません。必要ならばね、通販でそういったものを買うことはありますけども、ほぼ必要ないですね。なぜなら健康食品とは実はですね、4毒を抜けだけで大体終わるんですよ。で、4毒を抜くっていうのは別にスーパーでもできますんで、だからそんなにね、無理して遠くに行ったりとかマニアックな店に行く必要はないのかなってのがスタートラインです。で、おそらく次のね5枠っていうのがあるんですよ。4毒が終わったら5枠、食品添加物ですとかトランス脂肪酸とかね、それから遺伝子組み換え食品とかね、そういったものがあると思うんですよね。人工甘味料もその一つだと思いますけども、さあその5枠なんですけども、実はねこの5枠を避けていこうとすると健康食品の店とかになっていくんですよ。で、例えば食品添加物がありませんよとか、人工甘味料を使ってませんよとか、トランス脂肪酸が入ってませんよ、食品添加物が入ってませんよという、食品ですよとかサプリですよっていうと、これ実はねプラスアルファで出費がかかるってことになるんですよ。要するに代替食品を専門的に作っているところに行って、そこで商品を選んで買うってことになっちゃうんですよね。そうすると結局お金が続かなくって、そのお店に通う手間が続かなくって終わってしまうってことになりかねないんですよね。その最たるものがネットワークビジネスで、毎月1万円とか2万円とかの健康食品を買うところでもう続かなくなるんですよね。で、続かなくなって結局元に戻ってしまうってことになりますので、実はこの5枠をなんとかする前に4毒を抜くってことを習慣化すると、実はね4毒を抜くと5枠は自然に入ってこなくなるのが今の食料事情なんですよ。まあ、ですんで順番を間違えないでほしいかなと思いますね。私の考えてるやり方なんですけども、順番を間違えてほしくないっていうのは、4毒を抜くことによって5枠は自然と取らなくなるんですよ。その上で5枠にこだわっていこうとすればやればいいんですけども、4毒抜くだけでほとんどの病からおさらばできますんで、その上でね5枠ってものはそこまで避けようと思って避けなくても自然に入ってこなくなると思っております。ただやっぱりね、5枠食品添加物などの知識を得るのはとっても楽しいことでもありますし、できればもっといいものを選びたいなって気持ちが出てくる、まあ、そんな健康に関する意識の高い方っていうのはそれぞれね選んでいけばいいと思います。ただやっぱり食品添加物の入っていないものって結構割高になったり、入手するのがちょっと一手間二手間かかったりとかして、まさにここを気にしだすと買うもんがなくなる、食べるものがなくなるって話になりますんで、私は基本的にね4毒を抜くことだけでもう十分だと思います。で、自然に5枠は入ってこなくなりますんで、それだけでね。4毒を抜くとどういうことが起きるかっていうと、まずね食生活が安定するんですよ。なんせご飯を炊いてご飯を食べるわけでしょ。ご飯が減ったらまたご飯を炊くわけでしょ。それだけでもライフサイクルっていうのはね回っていくんですよ。で、パンを食べたりとかパスタを食べたりとか、なんか別の麺類とかなんとかってやると、もう食品の管理がおぼつかなくなってきて、食品の端材がいっぱい出てきて、もうなかなか落ち着かなくなったり、ゴミがたくさん出たりとかするんですよね。でも4毒を抜いてシンプルに和食になると、お味噌汁は飲む量だけ作りますしね。そうなると味噌の減るペースもだんだん一定になってくるんですよ。家族がいきなり増えたり減ったりしないですからね。で、刻みネギも結局ネギを買ってきて刻むのかとかね、刻んだやつを買ってきてパラッと混ぜるのかって、もう全部パターン化していくんですよ。ですごく簡単になるんで、和食っていうのを安定して取るのがいいかなと。その中でまあ、いろんなおかず小鉢がありますけども、漬物があったりとかね、なんか白菜のなんか煮物があったりとかいろいろあると思うんですけども、一品だけ焼き魚を煮魚にするとかね。で、その魚もサバにするのかアジにするのかってことを変えていったりとかね。それで食のバラエティっていうのを作るわけですよ。だから食卓に並ぶ食事のほとんどは変わらないんだけども、メインの一品だけが変わっていくっていうことを十分楽しめるようになるんじゃないかなと思います。もう私なんてのはすでにそれですからね。本当に食事を作る手間もかかんないですし、なんだったら買い物に行くペースも決まるんですよ。で、そうなってくると余計な日に食材を買いに行くことがありませんから、じゃあついでにデザートをって話にもなんないんですよね。だから冷蔵庫はいつもシンプルで、もうガラ空き状態です。ガラ空きなんだけども満腹なんですよ、常に。朝昼晩と安定してご飯を食べるんで、結局間食が入る隙間がないんですよね。だから朝食を食べてお昼のご飯までに何かちょっと口寂しいなっていうことすらないんですよ。もうちょっと麦茶とかね、コーヒーのブラックを飲むぐらいで、あとは他のことに集中できたりとか、 じっくりと庭掃除ができたりとかね、なんかそれこそサウナに行ったりとか、自分の趣味をきちんと楽しむこともできて、毎日のスケジュールもやりやすくなると。で結局そうやって規則正しい暮らしができるんで、健康も壊しにくくなるってこと。壊したことで回復力がすごく高いんで、 2,3 時間で治っちゃったみたいなことにもなるんですよね。まあそんなところかなと思います。さあ、健康方法とかはもう皆さん人それぞれだと思いますので、別に私はこれを強要するつもりはないんですよ。ただ実際に私はそのようにやっていって、真似てやった人、似たようなことをやってる人が、それまでの健康の悩みが少しでも減っていく、少しっていうか大部分減っていくんで、ああよかったなと思ってるだけでございますんでね。もうわしは好きなもん食うんじゃとかね、甘いもんが好きなんじゃってそのままやりたい人はやっていただいていいと思いますし、でそれで健康上精神上不安がないとかね、別に無駄遣いもしてないよっていうふうにご自身で納得されるんだったらそれでもいいんじゃないかなと思います。あくまで私は自分の体験を通じて似たような体験をしたい方ね、お金持ちになりたいとか、健康になりたいとか、元気になりたいとかね、発想豊かになりたいとか、まあそういった方にお役に立てれば十分かなと思います。はい、ご覧の通り私はこのような暮らしを毎日しておりますんでね、そんなに羨ましがられるような暮らしではないと思いますけども、まあけど私としてはなんか安定を得たかな、うん、多少の不安とストレスはあるけども、それもモチベーションに変えていけるかなっていうところでございますということでした。